歴史を紐解けば未来が見える大人の世界チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。お願いします。今日からアフリカを見ていこうと、はい、まあ、これがですね、スーダンが大変なことになって、はい、で、まあ、NPO 法人のロシナンテスのね、河原先生が、はい、まあ、なんとか帰ってこれて、よかったですよね。いや、本当に良かったです。うん、で、まあ、あの、番組にも出演いただいたんですけれども、結局、やっぱりこう、資源のあるところで、大国の、やっぱりこう、手の差し伸べ方が間違ってて、ずっとその、絡みついた糸が、ほどけない状態のまんま今まで来てるかなと。そうですね。あの、まあ、アフリカというと、はい、やっぱりその多くの場所で内戦が起こってるし、はい、まあ、その内戦もね、国と国がぶつかったり、うん、あるいは国の中で部族間の争いが起こったり、はい、でそういったものの原因がどの辺にあるのか、はい、みたいなことを歴史的に踏まえながらですね、うん、今おっしゃったそのスーダンがなんであんなふうに対立しているのか、うん、でスーダンだけじゃないですよね。同じような対立がいろんな、そう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 、まあ、だからソマリアとかもそうだし、ソマリアもそうだし、ルワンダとかですね、もうちょっともう本当に悲惨という言葉で表現できないぐらいのね、なんていうか、これそして結局やっぱこう殺し合ってるのが、うん、その現地の人たちっていうところの悲しみっていうのがありますよね。だからまあその辺をね、まあ、なんか できる限り、まあ歴史的に踏まえながら、まあ、あの冷静にこう、そうですね、どういう経緯があったのかとか、はい、そういうところを見ていかないとこれからのことも話し合えないっていうふうに思うんですよね。うんうんうん、でまず、まあ、順番として、まあ、アフリカどんなふうな、はい、地理的状況かということですね。はい、まあ、いわゆる地政学っていうことですね。はい、あの、まあ、真ん中に赤道が通っていて、はい、北半分はほとんど砂漠ですね、サハラ砂漠。もともとね、海の底だったんで、あの岩塩が結構取れるんですよ。で、そのサハラ砂漠の南側から、まあ、サバンナ、いわゆる草原が始まってて、はいはい、赤道直下、まあ、あのこの辺に、まあ、コンゴという国がありますけども、はい、そこはいわゆるジャングル、熱帯雨林。で、それからまた南に行きますと、まあ、南部アフリカ、やっぱあの乾燥したところが多いと。で、特にアフリカってね、もうこれあの、地図上見れば分かるんですけども、はい、全体的に標高高いんですね。ああ、なるほどなるほど。うん、だから、はい、地上に降った雨がですね、水分がどうしても重力負けてどん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 地中に染み込んでいって、うん、基本的に大地は乾燥してるんですね。うん、あのアフリカでね、工業が発展しにくい理由の一つはそこにあると。やっぱり全体的に標高高いんで、はい、なかなか工場の立地が難しいということがあるみたいですね。ただまあ、そこそこに豊かな場所もたくさんあって、はい、まあ、一番天気はエジプトですよね。で、まあ、豊かな場所もあるんだけども、残念ながらこれがですね、15世紀の末以降、はい、まあ、度重なるヨーロッパの侵略を受けることになるわけですね。特にヨーロッパの侵略が集中したのがアフリカの、まあ、いわゆる西海岸ですね。この辺の海をギニア湾と言いまして、はい、このギニア湾の沿岸にヨーロッパ勢力、まあ、最初はポルトガル、次にオランダ、イギリス、フランス、まあ、いろんな国々が進出していって何をするかというと奴隷をハンティングしていくと。で、いわゆる奴隷狩りをやって、その黒人奴隷たちを労働力が不足している、まあ、南北アメリカやカリブ海域に持っていくと。まあ、奴隷狩りと言いましたが、実際にですね、奴隷狩りをするのはヨーロッパ人じゃないですね。ああ、そうですか。はい、ヨーロッパ人自身はほらアフリカの地理知らないじゃないですか、はい、で暑いし風土病もあるし猛獣もいると。だからどうするかというと、海岸地帯に住んでいるアフリカ人の部族に銃を渡して、あとお酒を渡していい気分にさせて、これでハンティングしてきてくれと。だから黒人に黒人の奴隷狩りをさせるわけですよ。でそれを描いた絵がこれなんですけども、あの手前の方に帽子をかぶって銃を持っている人いるでしょ、はい、これ黒人なんですよ ね、 黒人ですね。だから黒人同士を内部対立させて、で自分たちは涼しい沖合のね、船の上でずっと待ってるという感じなんですよね。なんかそれ聞いたら、うん、今とほとんど変わってないっていう。おっしゃる通りでね、構造一緒なんですよ。だからあの自らが侵略として、侵略者としてわーっと乗り込んでいって、いわゆるそのアフリカの原住民である黒人たちと向かい合うじゃないですよ、ね、ヨーロッパはヨーロッパでそのアフリカ人同士を戦わせることによって甘い汁を吸うという
そういう構造なんですよね。それがでも15世紀からっつったらもう500年以上。そうそうそう。でこれね、まあ、今世界の人口学という学問があって、はいはい、いろんな地域の人口の増減を調べている専門家たくさんいらっしゃるんですよね。で16世紀の初め頃にアフリカの人口って、まあ、全体でね、はい、大体1億人いたと、はい、ところがですよ、はい、20世紀が始まる1901年まで、はい、ほとんど人口増えてないんです。で今だったらね、割と人口が急増している国たくさんあるじゃないですか、はい、で多分16世紀以降のアフリカもそうだったんじゃないかなと思うんですよ。ところがほとんど人口増えてないということは、まあ、半分推測になりますけども、そのいわゆる奴隷狩りによってもう生まれた花からどん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 奪われていくとですね。人口が増加をしないというのはこれやっぱね大変な話で、だから400年500年間にわたって人口がほとんど増えてない。じゃあ人口どこに持っていかれたかというと、その南北アメリカとカリブ海域なんですね。でしかもね、どういう人たちがハンティングの対象になるかというと、やっぱりじいちゃんばあちゃんじゃないんですよ。そりゃそうですよ ね。まず青年、はい、そして今後子供をたくさん産めるであろう若い女性、いわゆるそのこれからの社会を担っていく人たち、青少年が特に狙われてどん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 その連れていかれると。でまあさっき言ったようにヨーロッパ人たちは沖合の涼しい船の上で回ってると。でその奴隷という、まあ、彼らにとっては商品、これを船の中で本当すし詰めにしてね連れていくわけですよ。とどうなるかって言ったら、もうやっぱり居住環境が悪いですからすぐ病気が流行るわけですよ。そうですよね。と伝染病が流行って奴隷という商品が少なくなると怖いんで、病気になったと思われた奴隷は船から捨てられるんですよね。うわ、だからもう変な話ね、その奴隷船が行くと必ずその後にサメの群れがついてくると。もうサメも知ってるわけですよ。もう奴隷船の匂いっていうのが分かってて、奴隷船が行くと必ず、まあ、彼らにとっても獲物が船から落とされるんで、だから必ずサメの群れがね、その奴隷船の後をついていったという話があるんですね。アフリカが今そのいわゆる低開発、はい、まあ言い方変えると後進国である国が多いの、まあ、原因、まあ、いろいろあるんですけども、一つの大きな原因は、まあ、500年間にわたるヨーロッパの搾取、しかも人間を奪うというね、結局国づくりとか文化とかを担っていく人がいなくなっちゃったら、 それはもう発展のしようがないですもんね。で実際にまあ人道的な見地からね、19世紀に入った頃、まあ、イギリスを先頭に奴隷貿易いけないよねということで、まあ、いわゆる奴隷狩りという行為は少なくとも、まあ、ヨーロッパはしなくなるわけです。代わりにじゃあヨーロッパが何をやるかというと、アフリカの植民地分割をやるわけですね。いやー、これも本当ひどい話ですね。人間を奪った、じゃあ次は何かというと土地を奪うと。そうですね。で実際に19世紀の末からですね、20世紀初頭にかけて、はい、アフリカのね 90% 以上が植民地化されるんですよ。でかろうじて独立を保ったのが、まあ、第一次大戦が始まったのが1914年だけども、はい、その頃に独立を保っていたのが、まあ、地図にしましたが、はい、まあ、エチオピアとリベリアですね。リベリアってね、西アフリカの小さな国なんですけども、はい、なんでこれが独立を保つことができたか。本当ですね。これね、アメリカで解放された奴隷たちの行き着く場所だったんですね。19世紀の前半にアメリカでね、その奴隷制をめぐる対立っていうのがアメリカの北部と南部の間で起き始める、はいはい、で基本北部の方は黒人奴隷制を認めてないんです、うん、でそれを見て南部の黒人たちが逃げてくる、うん、北に、うん、ところが北に行った黒人たちも、まあ、その奴隷としての扱いを受けないけどやっぱ差別をされるわけです、はい、でこれがアメリカ社会の治安を悪くするというふうに当時のアメリカ大統領のモンローが判断したんですね。で議会に働きかけをして、この治安の不安定要因の一つになっている黒人奴隷たち、旧黒人奴隷たち、なんとかしよう、あ、じゃあアフリカに送り返そうと。で、君たちの祖先が連れてこられた西アフリカ、そこにアメリカ土地を確保してあげるから、そこに帰りたまえと。こうして、まあ、アメリカで奴隷から解放された人たち、はい、アメリカライベリアンというんですけどね、リバティを獲得した、自由を獲得した人たちがアフリカに移り住んでいって、で解放されたものの国でリベリア、あ、
そういうことですか。ちなみにね、今でもあの首相の名前モンロビアって言うんですよ。へー。だからアメリカ大統領の名前モンローがついてるんですね。そういうことなんですね。あと、まあ、あのアフリカ の, あの南アフリカにね、はい、南アフリカ連邦という自治領があって、うーん、これはもう実際にはイギリス系 の, あの白人、オランダ系の白人が多数 の, あの黒人を支配するという、まあ、白人が支配している自治領ですね。でそれ以外はヨーロッパの国々によってほとんど分割されているんですね。でそこで彼らが何を求めるかというと、まあ、鉱産資源であったり、はい、まあ、南アフリカとかやっぱり鉱産資源ですね。あと、あの油が取れるヤシとかあるんですよ。でこれがまあ工業原材料になったパームヤシと言いますけども、でこれを海岸地帯で栽培させる、あるいはピーナッツも油の材料になるんで、これを海岸地帯で栽培させるですね。いや、ただこれなんですけど、うん、そのフランス、イギリス、うん、そしてドイツ、うん、イタリアで分けようぜっていう、どっかで話し合いが行われたんですか。 ありました。あのね、1884、5年にベルリンでね、ベルリン西アフリカ会議で開かれるんですよ。でアフリカ分割って基本的にね、ルールがあって、はあ、一つはね、早いもん勝ち、はい、これ戦線圏といってね、いわゆるバッと攻めていって、ここイギリスのもんだと。ただそれだけじゃダメで、その実際にイギリスのもんだと言ってる 領域の中で、はい、イギリス人が普通に安全に暮らせてること、これをですね、エフェクティブコントロールといって、これ実効支配というですね、言葉として、実際にそこで普通に生活ができて、でそういう条件が満たされれば、まあ、国際社会というかヨーロッパの国際社会のルールとして植民地だと認めてあげますよ、まあ、いわゆるだってあの頃の国際社会なんてヨーロッパでしょうからね。基本そうですよね。もうあのアフリカの原住民の人権なんてもう何とも思ってません。だってアジアだってほとんど発言権がなかったんですからね。ないな、全く全く全く。でそれで揉めたところに関しては、まあ、お互い話し合いで決めるということで、20世紀の前半にもうほぼヨーロッパの勢力によってアフリカは植民地支配をされてしまうということですね、はいはいはい、でそのアフリカが独立を果たしていくのが第二次世界大戦後なんですけども、じゃあそれは次回に。わかりました、はい。